小林久明は、日本中央競馬会、美穂トレーニングセンターの久保田隆史級者に所属する、元騎手、現長教助手。1994年、JRA 競馬学校を第10期生として卒業し、高橋義康級者所属騎手としてデビュー。同期には、幸井秀明、吉田豊からがいる。1996年に、 同級者のオープン馬であるコクトジュリアンが函館で出走した際、主戦騎手である柴田義富の代役騎乗を務めオープン特別を連勝、以後同馬の主戦を務め GI 競争への初出走も果たした。デビュー6年目となる1999年11月21日には、福島競馬場、 第12レースでドリームライフに起乗して一着となり JRA 通算100勝を達成するなどデビュー年度から7年連続で2桁勝利をマークしている2000年より所属していた高橋義安9社を離れフリー機種へと転身2002年に12勝を挙げ盛り返すもその2002年をピークに起乗数勝利数ともに減少2003年には チエッジグレースに帰場してのオープン級勝利もあったが、以降の勝利数は一桁台で推移。現役最終年となった2010年には帰場場にも恵まれず、デビュー以来初の未勝利に終わり、同年をもって騎手を引退し、引くかはただした地球舎で、長強女子となった。通算成績は3025,154勝。重賞競争には26レース帰場し、 1998年七席賞、1999年福島記念、2003年のアイビスサマーダッシュ2着が最高成績となっている。また、デビュー年度より平地競争、障害競争両方の騎士免許を所持していたが、引退まで障害競争への起乗経験はなかった。2017年に息子の小林修斗が競馬学校に36期生として入学。 2020年2月11日に卒業し、同年3月1日にデビューした。ありがとうございます。